遊び読んでよ。いちこみさんだ。ちひろちゃん。はい、私だった。あなたじゃないよ。ちょっと待ってね。たぶんちひろちゃんだったよね。やっ、なんか目が綺麗なんです。ちひろ、ちひろ、あおちゃん最近髪結ぶのが多い。確かにね、触覚かわいい。あ、皆さん今日はカメラの話。いちこみさん、ちひろちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。これを見せちゃおうか。持つ、持つ、ありがとう、書いてくれて。ちょっと遠い。あ、黄色だけ見えるかも。ありがとう、ちひろちゃん、ありがとう。ありがとう。よいしょ。あ、触覚なくそう、やっぱり。み、あ、ミーティンね、今日ちょっとね、用事があってお休みなんですよ。ちょっとね、急遽。そう、寂しいけど、今日は5人で配信します。ちょっと、もうちょっと近づく。そうだね。あ、お、OK。 はい、こんにちは。あ、私か。前に進めんかったんだけど。前に進めない。あ、ちょっと立ち止もうか。よいしょ。こんばんは。こんばんは。こんにち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 は。コミュニティ今日いないんだけどね。今日5人で配信します。そう。顔見えてなかったよ。見てるかな。顔見えてない。見てないかな。多分。そうだね。見てない気がする。見てないかな。なんか見えてる。見えてる？ちょっともしかして。違う、顔が見えてない。嘘。マジか。ちょっと行ってみよう。うん、ちょっと行ってみようね。ちょっと行ってみよう。こうやって行ってみようね。下手が見えんよね。こんな、こんにちは。今日は5人なんですよ。ごきげんよう。ちょっとこれを上に。あ、でもね、ギリギリ見えてるから。はい、けた。あ、はい、けた。あおちゃん大人っぽくない？そう。なんでいつも大人っぽいけどね。こんにちは、こんばんは。こんばんは。いい意味かな。いい意味かな。いい意味でしょう。オッケー。はい。スプラ久しぶりと。久しぶりです。スプラティ配信めっちゃ久しぶりで、ね、確かに。え、前回そっか。あ、うん、じゃあ、うん、明けましておめでとう。あ、明けましておめでとうございます。今日初めて見てくれた方は明けましておめでとうございます。私もよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ自己紹介します。はい、行きましょうかね。はい、紫色担当、高校3年生、17歳の中村葵です。イエーイ。あおちゃん、ツイッターです。よかったらフォローしてください。フォローしてね。お願いします。高校2年生、黄色担当の岩田千尋です。よろしくお願いします。イエーイ。イエーイ。イエーイ。高校1年生のライム色担当、高竹香音です。よろしくお願いします。イエーイ。イエーイ。はい、あ、どっちから行く？どっちでもいいよ。お願いします。はい、はい、はい、青色担当、中学2年生、13歳の黒岡空です。よろしくお願いします。イエーイ。緑色担当、中学3年生の泉舞子です。よろしくお願いします。今日はミーナがお休みです。そう、今日は赤色担当の米田ミーナがお休みですが、6人合わせてスプラッシュです。よろしくお願いします。もうみんな見てくれてるかな。なんかよく言われるのが、なんかもう6人合わせてって言うようになったんじゃねって言われるんですけど、まあ一応7人なんですけど、まだまだね、まだまだ7人ですけど、とりあえず6人って言ってます。はい、かわいい。あ、ちょっとスプラの、でもちゃんといるんで、いますよ。あ、イエーイ。あ、いた。あ、今日はもう抜け担当のゆらかりです。よろしくお願いします。ゆらり。はい。はい、スプラッシュのツイッターも、はい、フォローしてください。見えないから。期待して。見えないから。私たちツイッターもやってるので、マイコくん、スマイラーにマーくんさん、受験頑張ってください。ありがとう。頑張って。そうだね、もうそういうシーズンだもんね。頑張って。中 3？ そうよ。中2かと思っとった。ファイト。勉強しなきゃいけない。勉強しなきゃ。頑張って。頑張らなきゃって言いますけど、私も一応3年生。そうだね。そうだよ。受験だね。
頑張って終わったけどねもうセンター試験とか終わったんじゃないかな。あとあおちゃんセンター試験したの？センター試験したよしたよしたよ。さすがさすがっす。まゆさんがあれさっきの衣装交換はって。あ、それさっきねちょっとねやってみただけなの。そう黄色でもやってみたいね。あのいつかはやってみようかなって、ね、思ってます、ね、次回やる。やってみようや、次回ね。スプラティじゃない服とかでも、そう、私服配信とかでもやってみようかなっていうのは考えてます。はいはい、あ、私服交換とか楽しそうじゃない？あ、確かに、誰の私服でしょう誰の、わからんよね、でもイメージでチーはブリブリ系だもんね。違うよ、ブリブリ系。よきよきかなんでしょ。ちょっとスカート系じゃん。じゃあ、やってみようや、今度じゃあ、今日のそうあれ、なんだっけ、企画、企画、はい、企画から発表したいと思う。あ、今日のあの告知からなんて。じゃあ、まず、うん、企画を発表して、うん、告知しよう。オッケー。じゃあね、じゃあ今日の企画をとりあえず発表します。はい、じゃ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 ん。ダンス講座。はい、みんな行くじゃん、ごめんね。と、次の年号予想と、歌を歌おう。イエーイ。イエーイ。そう、ダンス講座もやるよ今日は。みんなで今日はね、今日はダンスと歌配信です。はい、そう、行きたいと思います。次の年号だって。あら、そう。じゃあまず告知をしていきたいと思います、はいはい、これからのイベントの告知を。これか、はい、これじゃないな。あ、こっちだ、うん、あ、はい、はい、まずこっちからいこうか。2月4日日曜日に第21回広島県雪合戦大会、雪合戦広島2018 in 高野です。イエーイ。ステージは13時から13時30分となります、はいはい、ステージ終了後に物販するので、ぜひ皆さん来てください。はい、お願いします。都合によりね、中止になったりする場合もあるんですけど。でもこの本当にもう雪とかすごいけんね、うん、車とかは気をつけるとかね。この大会がすごい、もう世界最大級の大会だから、うん、熱い戦いが戦いがね。はい、じゃあ次、はい、じゃん、アメージングライブボリューム4。ハッピーバレンタインだよ、ワッショイ。2月12日月曜日祝日にあります。うん、大丈夫だよ。出演者はスプラッシュ、そしてマックスガールズとピオニーが出演します。はい、見えない、あ、見えるかな。チケット交換は11時からで、はい、メールで事前予約をしなきゃいけないんですけど、はい、予約で売り切れた場合は当日券なしで、そうそうそう、こっちかな、こっちかな、うん、料金は、うん、メール予約の方が1000円で当日券が1500円となります、うん、はい、こちらのメールアドレスで件名アメージングライブ54、うんうん、はい、で本文にお名前とご連絡先の電話番号と枚数を書いて送信してください。はい、チケット申し込みは、はい、1月26日金曜日の10時からと、はい、10時から2月9日金曜日の18時までです。はい、フライングしないでね。そう、フライングはダメだよ。フライングもダメだし、過ぎてもダメです。そうだよ、1月26日の10時から。そう、過ぎちゃう、間違いない。よろしくお願いします。スプラの公式ツイッターにもね載ってるんで、皆さん確認してみてください。レアですよ、バレンタイン配信。バレンタインライブだから。配信じゃない。で、なんか高野町のステージの時間が変わったみたいなんですけど、はい、今確認中なので、また決まり次第、ね、はい、ツイッターとかで載せるのでチェックしてみてください。はい、お願いします。あ、さっきね、うん、こうちゃんさん、はい、やっと見に来れた、初ショールームです。ありがとうございます。初見さん、初見さん、ありがとう、ありがとうございます。フォローお願いします。お願いします。公式ツイッターフォローしてくれてるのかな。こっちのショールームのフォローもお願いします。お願いします。みんな行きますって、やった、ありがとう。気をつけてきてね、気をつけてきて、ね、じゃあそろそろスペシャルギフトがちょっと溜まってるけん読みたいな。はい、土井俊彦さん、花束一つありがとうございます。ありがとうございます。せいちゃんさん、ハート100個ありがとうございます。せいちゃん、
玉と、うん、ハート100個ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。あと土井敏彦さんが犬のお年玉、ありがとうございます。ありがとうございます。全部お年玉嬉しい。ありがとう。あと、あ、もう一個カズさんが、うん、あのだるまが100個、うお、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました、皆さん。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、これで告知は以上か。告知は終わりました。じゃあ、あの、今日の企画の次の年号予想からいきますか。年号予想と思います。ちょっと皆さんも一緒に考えてみたら、みんなは何だと思いますか、次の年号。ちょっと考えようや。あの、昭和とか平成とか。そうだね、次の平成の次の年号。平成の次なんかな。大正、うん、昭和、じゃ明治、大正、昭和、平成ってきてます。前回のアメージングライブで何でしょうか。ん、前回のアメージングライブでそれクイズで答えた気がする。あの、1年前だもん。大正、昭和、そうそうそう、あの明治、大正、昭和、あ、スマイラジマー君さん、平和、あ、平和、そのまま平和1年なんかさ、平和2年履歴書にさ、平和、なんかへいへいってならん。あ、言いたことあるよね。平成平和でさ、へいへいとか明太って書いてあるもんね。平成、ちょっと豆知識、うん、あのね、うん、平成って、あの、平に、正じゃん、うん、ないやつもね。そう、で、その平成、その意味が、平成の意味が、うん、平和になるっていう意味で、うん、平成なので。すごい、そういうことなんだ、うん、多分平和に成功した皆さん。じゃあ平和になる、多分意味がある。なんで知ってるの。覚えて全部なんとかなごむみたいな。昭和は知らん。そうなの、豆知識。あ、でした。さくちゃんさん、初見です。イコラブのあんなちゃん推しです。あんなちゃん推しのあっちゃん、あんちゃん初見さんが、お、初見さんが、あんずー、あんずーですか。あんずー、あ、そう、あんずーちゃん、スプラッシュです。さきちゃんさん、フォローお願いします。ショールームのフォローお願いします。スプラッシュって言います。お願いします。スプラッシュです。よろしくお願いします。なんだと思う、うち。私、うん、年号、うん、なんかね、なんか、なんとなくだけど、なんか道とかっていう感じがつきそうな感じがする。あ、これからみたいな。進路、あ、新しい道、いいね。え、進むに道、あ、違う、新しい道、どっちでもいいか。でも新しい道もいいね。うん、うん、でしょ、なんか道がつきそうな感じがする。確かにね、これからの日本みたいな。テトさん面白いんだけど、前髪って言ったんだけど、前髪連合が、それはないじゃろ。そうら切りましょうってなるじゃん。そうらちゃんだけど、やめて、やめて。結構伸びた。新年号、ま、そう、なんだろうな、うん、あおちゃん何が、なんだろう、なんだろう、へへ、うーん、なんだろうね、なんだろうね、うん、でもなんか3文字とかになってほしいな。あ、それあるかな、ないかな、3文字ってあったっけ、書きづらいか、ないないよね、ないよね。でもなんかそのか新しい感じ、うん、なんかその何、今まで2文字できとるけど、うん、あ、南北朝時代、年号って2文字なんだって、富蔵先生が教えてくれたよ。え、2文字じゃないとダメなの。え、なんで。でもなんかこれからの日本を変えていこうぜみたいな感じでさ、変、全部その変化は何かかも変わる。変化時代はやばいね。なんか4、難しいね、ひらがな4文字漢字2文字が一番しっくりくる感じですね。なんか確かに、うん、あ、そうだね、平成とかね、そう、昭和もとりあえず4文字だもん。そう、リアル。とりあえず4文字。あ、さくちゃんさんがフォローしてくれたって、お、ありがとうありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。あとね、なんかりょうちゃんさんが、はい、明来、明るい未来みたいな。あ、いいね、あるかも。明来かっこいい。かっこいいね。いいね、いいね。明来生まれとか、明来1年、明来元年だから。違う、元年だよ、最初。へぇ1年で合ってるよ。感謝1年、感謝か、みかん。みかんだって。
みかん、みかん、どういう字？普通にみかん。みかん生。みかん生。ダメじゃん。まだみかん生だよみたいな。これから作ろうね。これから作っていこうよみたいな。みかん。これから作る。みかんがんで。もう、あ、今日米田氏はちょっと米田氏はね、ちょっと今日は諸事情でお休みになりました。だから今日5人で配信します。はい、なんか感触系の。そうだね、そうね、黄色もちょっと弱い系だから。弱い系かな。え、そう暖色か。でも黄色も明るいけど、うん、なんか赤とかおらんけ寂しいね。そうだね、ちょっとなんか柑橘系の色が、ね、そうだね、今日少ないね。みんな言った？言った？何が入ったぞ？何を？レンゴ。言ってない。言ってないね。言ってないって。うん、豆知識しか言ってないもんね。豆知識で頑張るんだけど。何だと思うじゃん。ね。ね。あ、でも明治三文字だ。ひらがな。そうだね。大事。これから行くみたいな感じ。うん、なんか、うん、これにどれだ？どれにこれこれね。あ、買い、うん、うん。こうやって作るって言わないっけ。あら、改める。あ、改めるかな。あ、でも改めるみたいなの入ってそうだなと思って。へぇ、はい、あー、開始いいね。開始いいね。あ、いいね。あ、もういいね。開始の開始みたいな。あら、開始いいね。いいね。開始時代。元年開始一年。あ、なんかかっこいいね。かっこいいじゃん。でもさ、そう、あのさ、年号変わったらさ、うん、昭和からおる人ってすごくない、うん。確かに、なんかすごい古い感じがしてきちゃうね。確かに。だって平成も変わるんですよ。やだー。なんか自分らがさ、自分らがさ、大人になってさ、うん、まあ、年号変わった後に生まれてくる子たちってさ、ね、うん、平成生まれなんでしょみたいな感じでさ、今自分らがさ、昭和生まれじゃみたいな感じで言ってることを言われるんですよ。だよね。何かね。でも、ジェネレーションギャップが変わるの。新しい時代が来ますね。なんかジェネレーションギャップが怖くない？これからの。なんかだって平成じゃん。ごめんなさい。ごめんなさい、バカにしたわけじゃなくて。バカにはしてないの。バカにはしてない。バカにはしてないんだけど、なんか。でもさ、同じ学年、同じ世代にさ、その平成と新しいのもごちゃごちゃ。確かに。それすごくない？すごいね。すごいね。私昭和生まれ、あ、昭和じゃなかった。なんか、もう決めた。平成何年生まれ？15年。12。12。14。14。14か。14？ 14。3月生まれ。私も12だっけ。12。ね。ああ、12か。じゃあ、ここ一緒か。うん、一緒。おお。今だっけ？そっか、12か。12。あ、そうだ。今、今平成20。30年だ。ひゃっ！30年。キリがいい。でも30年。めっちゃ行った気がするな。来年じゃなくて？めっちゃ来た気がする。21年になる。20年ぐらい生きた。ね、ジェネレーションギャップが怖い。なんか自分が大人になってからの、うん、なんかみんなが、ね、新しい時代がまた始まるので、ね、怖いね。どんなんになってるか。エスペラでさ、想像がつかん。決める1個年号。あ、いいよ。で予想しよう。あ、いいね。あ、次どうなるか。うん、いいよ。書く。え、それは書こうや、じゃあ一緒に。そうだね。うん。みんなも決めよう。そう、何にが何にする。みんなで何にする。今のさ、意見聞いてさ。どんなのがありそうって思った？え、何？みんなで話し合ってじゃなくて、うん、みんなで話し合って1個よね。なんか投票してみる。あ、みんなで1個の投票してみる。これとかこれってみんなで決めようよ。いいねいいねいいね。じゃあ1番が、あ、でも何がいい？あ、何がいい？さっき言った中で皆さん何が？自分はね、改心がいいと思った。あ、いいね。改心っていう字は改めるに新しい？うんうん、改心がいいと思った。改心時代。なんか書きそう。いい。そう、改心の改心、これが新しいだけど、違う、新しいが多い。結構漢字、あれが少ないよね。何がいいかな。何がいいかな。平成、何なんかな。なんか成平、間違えた。平成が、平成がなくし、大化の改心。そっちも思った。え、皆さんは何がいいですか。ちょっとコメントで教えてほしいです。何がいいと思う。コメントして。会心じゃ1にして。会心1、いいよ、書いて。いいよ。会心1、やった、うん、会心がいいと思う。会心。あと 何言ってたっけ。振動。あ、振動。
なんかめっちゃ新しいね。みかん、みかん。あ、みかん、みかん、みかん。みかんはちょっと。みかんはダメよ。いいと思う。振動、振動。新しい道？新しい道。あるかな。進む道でもいいんじゃない？確かにね。なんかね、え、カッコで進む。みんな間違えた。進むかなって。あ、ごめん。カッコで。進む進む言ってしまったね。なんか会心って。ちょっと待って。じゃあスペシャルギフト今のところに。あ、よ。クール。どこまでなんだっけな。あ、せいちゃんさん、だるま100個ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。カズさん、花束1個ありがとうございます。ありがとうございます。マサさん、犬のお年玉ありがとうございます。ありがとうございます。カズさんが、タコさんと、アイス、斜めアイス、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ、はい、体勢法。あー、4文字だ。体勢法なんだ。待って、ちょっと書ける早く決めよう早く決めよう何にする何がいいですか皆さんコメントえ、とりあえずこれをさ見てもらいたくないせいちゃんいいねありがとう新生とか新生時代ありがとうございます、うん、新生じゃあその3つにしようみかん新しいっていう字が全部つくね新しいがいいよね、うん、新あ、うん生みかん生はダメだよみかん生はしちゃいけないよっしゃピコだってピコ違うよ、それはないよ、はい、ピコ時代じゃないよ1、会心時代、はい、2、振動どっちでもいいよ3、神聖神聖1多いかも神聖いいねこれあったらすごくない投票お願いしますお願いします皆さん投票して投票なんか1が多いなほんま神会、めっちゃ会心か会心あったらすごくない本当に確かに一文字でもあったらすごいと投票してくださいじゃ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 すごすぎるよ一応スプラの時代がそうだよ, うだよすごいよスプラ時代じゃああとね10秒10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 終了何かなお 3が多い新生新生時代えでも結構なんか多い多いでもみんなあれだね同じくらいのそうじゃあ申請でそうじゃあ次の年号は申請になりましたなりました申請1で決めちゃいました申請になりました申請が1番で2番が開始3番が来年から申請でいきましょ うじゃあスプラとファンの皆さんの予想は申請時代いいじゃんいいね当たりますように2お願いしますはい、じゃあそれではここで前回に引き続きゲストを呼びたいと思います、はい、イエーイおいで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 椅子をちょっと下がりちょっと下げようか誰かな誰かなおいでー誰が出るかな誰が出るかなじゃれじゃんじゃんだけーピオニーに座ってもらう？そうだね、いいよ、椅子座って。待って、3つしかないから。キュッキュッキュッ。あ、じゃあ。キュッ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 。待って、1個か。お尻キュッてする？あ、キュッキュッ。あ、入れちゃう。いいよ。入りそう。あ、待って、ごめん。入った。ないですね。自分は後ろで見守っときます。じゃあ、それじゃあ自己紹介をどうぞ。どうぞ。中学2年生、まやことひろいちまえです。イエーイ！まやー！中学3年生ミリこと石田ミリです。ミリミリはい。中学6年生わこちゃんこと岡田拓です。わこちゃん。中学1年生ちーちゃんこと天海千里です。ちーちゃん。はい。ピオニーは広島地区観光情報発信事業委員会とテレビ新広島そしてアクターズスクール広島のコラボレーションで生まれた島根県 PR ユニットですはい、はいはい、島根県の魅力を広島の皆さんにお伝えするために2015年の9月に誕生したユニットですわー、第1期生には今 STU48 に在籍中の
峰吉ありさ、石田千穂、そして AKB48 チーム8島根県代表の奥原ひな子がいます。すごいすごいすごいな。で、前回もお伝えしましたが、平内まやちゃんは先日1月3日全国歌唱王で準優勝しました。すごいわ。この子もね、アクターの子で撮ったって言ってきてね、うん、めっちゃすごかったって言ったけど、すごいでしょ、すごいでしょ、すごいでしょって言って。え、そうだ、じゃあ一緒に一番近くで見たのね。そう、隣で一緒に見た。テレビの隣で。どんな話した？いや、集中してみとか。無そう、もうみんなで無だもんな。無っていうか、そうなんか真剣にね、聞き取った。感動した。ね、それは感動したよ。すごかった。うますぎて。皆さんも見たんだと思うよ。すごい。そう、ね、で、ピオニーのオリジナル曲も CD 出るんよね。出てるんよね。はい、はい、はい。あ、CD 前にも出してもらった。これ、発売されてるやつです。イエーイ。で、この曲の中に入ってる歌のサビ、歌ってみる？はい、はい、はい。じゃあ、ジバングッド。お、すごい。いいよ、ね、持ってきて。はい、せーの。ジパン、ジパン、ジパン、この国に生まれてバチグー、日本人なら日の丸背負ってこう。はい。で、今日は朝から島根ふるさとフェアで LINE ライブの生レポートとかしとったんよね。はい、やってきました。行ってきました。すごい。会場はどんな感じ？めっちゃ盛り上がってて、なんか人がそう、ボブさんって人に出会って、あ、そう、めっちゃ面白い方で、なんかあの黒い人に出会って、ライブしてたら、なんかさ、お店屋さんの人がボブさんって人で、ハッシュタグボブとかやってて、めっちゃ面白い方で名刺とかももらいました。え、すごい、楽しそうだね。調べてたの、行ってみたい。ハッシュタグボブで、ハッシュタグボブで告知もあるよね。はい、明日1月21日日曜日は私たちピオニーが島根ふるさとフェアに出演させていただきます。いやー、これも出しとく、誰が一緒に。はい、1時、時間は1時15分からです。そして、はい、そして明日、和子と私が11時から LINE ライブをします。おー、イエーイ。TSS テレビ新広島のアカウントであります。皆さんぜひ見てください。見たい。ふるさとフェアの時にやるの？はい、あのリポーター、おすすめスタッフとかすごい紹介したりとか。はい、すごい緊張するね。頑張ってね。頑張って。他に楽しかったよね。楽しかった。今日やったんだ、2人が。今日は2人や。なんか食べた？いや、食べてないけど、あ、いや、食べた、いつも食べた。美味しかった、めっちゃ美味しかった。そうなの？うん、行ってきたよ、今日。今日ね、ぜんざいと、食べそう。しまねっこ、カステラみたいな。そう、カニと。おばあちゃんみたいな。ぜんざい食べそう。覚えてるね、去年。去年、何だったっけ？アイスみたいな。なんか食べた。何のアイス？何だっけ？普通のアイスだった。スムージーの、めっちゃ美味しいもんね。他にどんなことが体験できるの？今回は今日も自分が和菓子作り体験っていうやつをやったんですけど、めっちゃ器用じゃないとできない感じで、めっちゃ難しかったです。あ、花とか作るやつ？あ、そう、あ、花の、なんかこう、花の形を描いて、なんか先生とは全く違うような感じで出来上がってます。楽しい、楽しい、楽しそうだ、楽しい。私は、土壌すくい体験をしました。そんなことできる？手で和紙作りするかと思ったら金魚すくいだったよね。たくさん釣れた？4匹釣れて、すごい！1匹だったんですけど、なんかお店の人がさ、
ックスでいっぱい入れてくださって優しい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 皆さん入場無料ですのでぜひ島根を体験してピオニーのステージも見に行ってあげてみてください。お願いします。頑張ってね。ありがとうございます。詳しいことは島根ふるさとフェア広島で検索してみてください。お願いします。では明日のステージ何時からかもう一回言っとく。はい、どこや明日。あ、せーの、1時16分からです。右左右左右左
左、ジャンジャンジャン、はい、ジャン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 です、はい、分かったかな、みんな。みんなも一緒にやってみて、サンチェ体操みたいな感じで皆さん踊ってください。でもなんかこれみんなが踊っとるか分からんけど、分かってるか分かんないな。そうだね、てな感じです。でもみんなにあのやってほしいのはこの後のところよ。そうだね、ジャンプ、全力でジャンプをみんなにしてほしい。うわって、でそこでね、大きい声でファイ、そう言ってほしいな。そう、一緒にみんなでジャンプしながらファイって言ってほしい。今ね、ハムさんが踊っとるんだって。おぉ、ありがとう。頑張って教えて。頑張って頑張って頑張って一緒にやろう。でもあの、これ覚えたらこれの繰り返しだから。そうだね、それを覚えたらこれを覚えたらいいんだよ。そう、あとはこれを覚えればいい。これリズムがね、掴みにくいけんね。えーバリガッペヘー、えーバリガッペヘー。そうで、みんなにやってほしい方はえーバリガッペヘー、そう、バイ、えーバリガッペヘー、そう、バイ、エイバイカップ、エイバイカップ、ヘンで、ヘンでしゃがんで飛ぶ。両手が上がったときに、そう、こうやってジャン。それをみんなにやってほしい。じゃあみんな一緒にやってね。いっせーので、エイバイカップ、ヘン、はい、エイバイカップ、ヘン、はい。ここはタッタッタ。なんかね、あとやってほしいところ、スプラ337秒しいところ。そう、難しい。でもあそこはダンスをやってほしいっていうよりかは掛け声をやってほしい。掛け声を一緒にやってほしい。337秒しだから結構みんなわかる。スプラがスプラ337秒し、スプラファイ、スプラファイ、ワンツースリーフォー、スプラファイ。そう、これダンスは難しいからスプラ、ダンスは難しいから、うん、あれだけど、掛け声はスプラファイ、スプラファイ、ワンツースリーフォー、スプラファイ。スプラって言ったらファイって掛け声。なんかダンス講座っていうみんなで一緒に掛け声をやってほしいっていう。あ、ハムさんもう覚えたらしいよ。すごい、すごい、すごいね。ファイってな感じですかね。ファイ、あと掛け声あるっけ。でもここのファイト、ファイトだって欲しいと。じゃんじゃんファイだ、ここもだ。じゃん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 ファイ、じゃんじゃんファイ、じゃんじゃんファイ、じゃんじゃん。そっから337拍子の前にここのファイも一緒にやってほしいな。ファイファイ、そこの前ってなんだっけ。じゃん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 ファイ、じゃん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 ダンス講座って難しいね。難しいね。なんかダンス
自信満々なあの人も誰もがみんな眠れぬ夜を越えてか輝いてる。ファイエンパイカップヘッファイエンパイカップヘッドバイエンパイカップヘッ海へ続く道エンパイカヤゲたとえ夢も見なきゃ何にも始まらないでしょ。仕事も恋も中途半端、それじゃ生きてる張りがないじゃない。他人を妬んでしまったり自己嫌悪になったりちっぽけな自分、いつか誇れる自分になりたいなら翼という私たちのオリジナルソングが入ってるミニアルバムが発売されています。はい、物販とかで今売ってるんですけど、物販で買えないって方は TSS ウェブショップで検索してみてください。お願いします。今は、花のリリちゃんと私の光バージョンと森バージョンと花バージョンが売ってます。はい、で水？そうだ、ね、空水じゃないよ。空バージョンは青色と水色はねまだなんですけど、お楽しみに。みんな買ってね。欲しい方はぜひ TSS ウェブショップを、はい、検索お願いします。あとね、ファイトファイトファイトとネバーギブアップとかが、はい、待ってごめんめっちゃあれだな。ファイトファイトファイトとネバーギブアップがリニューアルされるんですよ。そう、なんか振り付けががっつり変わって新しいバージョンになるんだって。イエーイ。発表会かな、わかんない、いつ発表かはわかんないんですけど、そう、まあ、でもやりたいね。そう、そのうちそのうちやるかもしれないので、急遽ね、あれ注目して振りを、前のね、でも何回かわかるよね、きっと。もう最後かもね、いつが最後かわかんないね。このファイトとネバー、ファイトとネバーが見れるのね。確かに、そうよ、みんな目に焼き付けといて。いつ古いのが最後かもわかんないし、いつ新しいのがね、発表されるかもわかんない、まあ、するのかな、変わりますって言うかもしれない。そう、あ、確かに。そういえばさ、さっき高野町のやつで話になっちゃったよね。2月4日のホームページの時間だよね。
そうの時間がホームページ見たら間違っとったらしくて1時から1時頃っていう感じになってるので、ぴったりじゃない、はい、1時頃なので皆さんちょっと寒いけど、はい、うん、待っててね、待っててください。すいません、1時過ぎるな、1時頃だから、まあ、過ぎるかもしれない、過ぎるかもしれないですね、うん、寒いからみんな絶対あったかい格好してくださいね、はいはい、私たちもあったかくしてやらないとね、はい、てかてかさ、明日は何の日か知ってますか？知ってます。何の日でしょうか？せーの、あかりんの日。ドラフトの日ね。そうですね。ドラフトの日。AKB48 の3期ドラフト会議。そう、それがあるんですよ。ってことで、AKB48 さんの歌を歌いたいな。やったー！それで1曲目の3つ目だ。思います。そう、歌を歌おう。頑張ってっていう気持ちを込めて。そう、あかり頑張れっていう気持ちを込めて。あかり届ける！届け！見てないか。今レッスンから。頑張ってる！さっきあかり配信始まったよって。ほんまよ！今始まったの。てなわけで、あかりに AKB48 の歌を、あかりに負けないように歌う、届いて欲しいね、あかりに届けという思いを込めて、この間配信で歌ってたもんね、歌いたいと思います。歌ったやつを、歌わないよ、うん、歌ったやつじゃないけど、あかりが歌ったやつじゃない、でもこれはそうだね、ステージで一緒にやった、なんでしょうか、踊り配信でやってたの、なんだ、じゃあ歌ってみる、いっせーので、フライゲート僕は一足先に君の気持ち今すぐ手に入れようか、フライゲート何か言われる前に心の内ビビッと感じるままに、誰といても微笑み方で君が僕に恋をしてるのは鉄板、フライゲートだから誰より早く君のハートの全て僕のもの、好きだからラブフラゲバババババババイエーイ、ごめんちょっと間違えちゃった、許してね。はい、じゃあもう一曲も歌いましょう、皆さんこの歌フライングゲットだよ、そう、フライングゲット、いいよねこの曲、自分あのダンスもみんなで踊っとったしね、なんか、じゃあもう一曲も歌っていきます、あれはね、あかりんと一緒にやった思い出の曲なんですよ、そう、次はね、いくよ、いっせーの、ハロウィンナイト、ミッナイト、ブギーナイト、かぼちゃが誘ってる、さあ手を叩け、拳を触れ、今夜は誰もバカになれ、ハロウィンナイト、さあ踊れ、言葉はいらないよ、もう嫌なこと忘れよう、年に一度のカーニバル、今日だけ自由なお化けたち、ハロウィンナイト、この歌好き、めっちゃ楽しい、これ歌いやすいし、どう皆さん、好きだった、やってる、そう、今日分かんなかったっけ、パチパチくれたらめっちゃ見るの、 AKB、 リバラメロンジュース、それは HKT さん、そう、あなたに振って絞って、あなたにあげたいメロンジュース、逆だったあなたにあげたいメロンジュース、最後の好き、あの、じゃ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 メロンジュースのメロンジュース、最後の好き、うん、スプラ48 SPL 48、かっこいいね、なんか SPL、 あー SPL 48、 適当に言ってみた AKB チャ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 48チャ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 、あのとかっこいいよね、瀬戸内の声聞きたい、いつも怖い、瀬戸内の声って難しいよね、なんかさ、それ言われきゃったらそれ言う聞こえるよね、そうな、聞こえとった時なかった、一時期最初の方、本当に最初の、絶対 AKB 歌うと思った、そう読まれとった、誰が言っとる、予感的わかんないな、
りょうちゃんさん。りょうちゃんさん。またね、また来ます。バイバイ、せいちゃん。ありがとう、せいちゃんさん。ありがとうございます。ありがとう。さっきのファイトで汗かいた。ね。ね。お疲れ様でした。リバー聞いたら、この前のユラリンのダンス配信思い出した。めっちゃうまかった。かわいかったな。ちゃ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 。自分も一回覚えたんですよね。これそう。リバー？しおっちさん。修学旅行帰りな。おかえり。おかえり。早い、早くない？早いね。2泊3日とか楽しそうだったよね、なんかあの水色のそうスプラティ着とった。そうだ。めっちゃ楽しそうにしちゃった。すごい楽しそう。なんか修学旅行にもスプラが行くよ。嬉しいね。スプラついていくみたいな。嬉しいね。スプラのスプ、うん、水色の、あの翼のバージョンだった。 ありがとう。ピコさんがソーラちゃん前髪綺麗だって。あ、そう。あ、素敵だった。ごめん、素敵だった。素敵って？でもだいぶ伸びたね。そうなんだ。この前のね、うん、あの書き初め配信からはね、ちょっと伸びたかなって思って。ね、カノンチーに気づいてって言ったよね。カノン前髪切ったんだよ。自分も切った。あ、そう、みんな切ったの？みんな切ったよね、なんか。わかんなかったんだよ、ね、昨日切った。え、一緒、カノンも昨日切った。しかも、昨日の夜切った。ほんとだ、カノンなんか揃ってる。え、揃ってるって言ってくれた。嬉しいね、聞いて。カノンこれ工作バサミで切ったんよ、自分で。工作バサミって何？工作？あの普通のハサミ。自分普通のハサミで切った。すごい。ね、ちょっとさ、今日さ、最後にさ、スプラの曲歌わん。スプラの曲歌おう。うん、歌おうよ。何歌いたい？君スピ。君スピに歌う？うん。インス、一番歌おう。一番歌う？最後、全部？全部？一番。一番のさ。出だしから？うん。一、せーので。そう、君のスピードで一歩ずつ前へ。君の夢は誰にも笑わせない。ちゃんちゃちゃんちゃちゃん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 。人の胸についてくように背中丸め、下を向いて歩いてる。黄色の下の手声かけてもなんでもないってきっとため息つく。マイコン、そうな、そうな、きそうな、そうな、窓を開けたら眩しいくらい光ってる。そう、君のスピードで後ろには歩かせない。そう、急がなくていいよ。君のリズムで君の夢は誰にも笑わせない。じゃん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 ってな感じですね。ありがとうございました。君好きってなんか、ね、お、君好きいいよね。キーちゃんさん泣きそうって感じでしてたらもうあと3分なのでランキングを読みたいと思います。ありがとう。まゆさん、スピード、自分のスピードで頑張って。13位、1233、1233、1233。ありがとうございます。12位、トシさん。トシさん、ありがとう。11位、ゆうぽんさん。ゆうぽんさん、ありがとうございます。10位、せいちゃんさん。せいちゃんさん、ありがとう。ありがとうございます。9位、しおんちさん。しおんちさん、ありがとうございます。おかえり、おかえり。8位、映ってるよ。8位、ゆまぽんさん。ありがとうございます。7位、たけとさん。たけとさん、ありがとうございます。6位、ひょうさん。ひょうさん、ありがとうございます。5位、渡辺ゆい&さくらさん。ありがとうございます。4位、テトさん。テトさん、ありがとうございます。3位、まゆさん。まゆさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。2位、かずさん。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、そして、じゃあ、
て楽しいショールームだったかな、うん、だったかなって言ってたかな。ファイトファイト一緒に踊ってみて、ね、そう掛け声も一緒にやって笑顔。もう6時になる、うん、あと何分ですか。あと1分。え、待って今何時。チェックします。あ、違う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 、何何何、あの、なんだっけこれ、あ、ぶちぶち違う違う、あ、違う違う違う、あの、違う違う、あとね、30秒、大丈夫、切れるわけではないから大丈夫だ。ちょっと今日遅れちゃったもんね。そうね、最近遅れがちだ、ごめんね、ソーリー。痛っ、ポキポキした。大きかったね、あ、そう、みんな最近インフルエンザが流行ってるらしいけん、うん、あ、気をつけてね、気をつけてね。 R1 飲むといいらしいよ。あ、そうなの、知ってる、うん、R1 ね、ブルーベリー私も食べてるよ、めっちゃ美味しいの、私も食べてる、うん、食べて一緒に食べよう、飲むのもあるの飲むのもあるの、 あるね、ドリンク、うん、頑張れ頑張れ、インフルに負けるな。そうだよ。え、そっち。あ、そう、しかも最近受験シーズンだから受験の方とかは気をつけてください、うん、そんなに体調崩さないようにね、特に気をつけてください。受験頑張ろうね。そう、自分もまた風邪ひいちゃって私も頑張ってて、咳が止まらないんですけどピコさんがソーラの、ソーラちゃんの弟好きのブチ、ね、そうね、お気に入りなの。やった、じゃあ一緒にやろう、一緒にやろうって、じゃあここら辺でバイバイしたいと思います。はい、いっせーので、明るい頑張れ。